今日、うちの夫が作るのは、サクサクホロホロ食感のさつまいもで作るミニスコーン。さつまいもの風味がふんだんに感じられる癖になる味だけど、作り方は混ぜるだけ、超簡単。ぜひお試しいただきたいです。9月13日おやつラボ初の著書、おやつラボお菓子の基本が発売されました。全国の書店、アマゾン、楽天ブックスでご購入いただけます。こちらもぜひよろしくお願いします。それではおやつラボのおうちカフェオープンです。
いただきます。なにこれ、おいしい。超おしゃれなんだけど、難点はさ、うん、飲むときにね、うん、レモンが鼻につく。鼻につく、文字通り接触する。超高級なトマトジュースって感じ。あー、確かに、すっごい高いやつね、うん、トマトジュース苦手な人でも飲める気がする。うーん、美味しい。うん、美味しい。これなんでフォークそこにある？邪魔。おしゃれにフォークで食べようと思ったんだけど、うん、手だね。なんかこれ横に置いてたら永遠に食べちゃいそう、うん、ね、止まんないね、うん、ホクホクしててちゃんとさつまいもの風味もするんだけど、うん、食べた時のなんかサクッとしてるけど口どけがめちゃくちゃ良くて、サクホロ食感。これがサクホロ、しっとり、うん、めちゃくちゃ美味しい。あのフォークで食べてるんじゃん。ここにフォークが置いてあったから、これ、うん、食べるかな。うん、どうかな。焼きたてのやつ置いてたらすごい指を指してたんだけど、でもケーキとは言ってなかったから食べないかもしれない。食べれるものはね、うん、ケーキって言ってるんだよね。ケーキってうっかり口に出すとさ、ケーキ食べたいみたいになっちゃうからさ、言わないようにしなきゃいけなくて、うん、でもこの生活でケーキっていう名前を言わないのは不可能で、うん、なんて呼んだらいいかな、ケーキのこと。これは APTX2021-03 でしょ。2021-03、これ？あ、これは APTX20 だから、これは何回言うの。 APTX2021-09-04。 ああ、そういうことか。9月に作ったものの4番目。覚えれる、それ。 APTX2021-8。 ほら、絶対言えないよそれ。食べたら小さくなっちゃうの、それって。でかくなります。え、だってコナンでしょ、 APTX。 APTX2021 シリーズはでかくなるんだよ。そういうこと。え、コナンはポッドキシンじゃなかった。なんかそんなんだった気がする。黒い人たちが持ってくるやつでしょ。あ、そうそうそう。これはね、まあ、小さくなりたいけど、そうね、大きくなっちゃうよね、うん、大きくなっちゃう。しかも横方向に。絶対ケーキを APTX2021-09 なんたらなんて言うのがめんどくさくなって、うん、OIT2021-09-04。 OIT おやつ、外でそういうものを見たとき、あ、 OIT2021-09-04 だ、怪しい、やめよう。何言ってんだろこの子みたいな。てか、おやつって言っても早いからね。 OIT。 あと車だよね、うん、なんであんなに車とか好きなんだろうね。絶対そこに人参とか包丁とかっても持たないタイプでしょ。人参は食べ物として認められていないんじゃないかってぐらい、すっごいちっちゃくしてご飯の中に入れ込んだりしても、うん、本当にちっちゃいはずなのになぜか避けられてるんだけど、どういうことだな。やっぱり米がいいんでしょ、米。でも米に勝るものは納豆なんだよね。納豆ってさ、うん、なんか冷蔵庫に入れといたら何もない時にもサクッと食べれて栄養があっていいかなみたいなものだったから、手軽にもっと食べてたはずなんだけど、納豆なんて消費しようもんならいつね、ないって騒がれるかわかんないじゃない。手軽に全く食べれなくなってしまったんだけど納豆、うん、世の中に納豆がなくなったらどうしようと、うん、そんなこと起ころうもんならもう想像しただけで怖いんだけど。あれ試してみたいんだよね、納豆と砂糖。なんか意外な食べ方教えてくださいって動画の概要欄に書いたら教えてくれた人がいたよね、うん、納豆と砂糖。納豆に砂糖を小さじ2杯くらい入れた、試したいんだけどな。10個くらい買ってくないと。食べてるところ見たらさ、うん、食べたいってなっちゃうから、うん、それで多分納豆2パックはもう消費されてしまうから、うん、ここに納豆乗ってたらどうなの。絶対ダメでしょ。何を言っているの。納豆とスイーツが合うものって。クリーム納豆コーヒーゼリーサンド。何それ。あ、ある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 。納豆クリーム、三重県に。おお、お店に売ってるってこと。うん、へえ、うん、うんうん。なんか癖になるのだと、うん、最近の中で1位だと。どんどん食べちゃうみたいな。そう、食べやすいから、ね、しかもそう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 、フォークで食べれるから手が汚れない。ほら、だからフォーク用意したんだよ。うんうんうん。ごちそうさまでした。おいしい。